ヒールフリップのスタンスは、後ろ足は、まあ、自分のオーリーと同じようにして、前足はオーリーより少しつま先を出すぐらいがいいと思います。テールの弾き方は、こうテールの弾き方はこう、ごめんなさい、ふざけました。ヒールフリップのスタンスは、後ろ足は自分のオーリーでいいと思います。前足はオーリーより少しつま先を出すようにした方が回りやすいと思います。テールの弾き方はオーリーと同じで真下で弾きます。で、前足はオーリーのように開けるんですけど、ちょっとここかかとの部分で曲がってるところ、本形のところを抜きます。この時に前に抜くと刺さるので注意してください。で、回して刃が回るのを回るので、足を邪魔しないので足ももを上げて、そのまま自分の踏んでデッキが回ったのを確認してキャッチして、効果的な練習方法は、こういうトラックを取った1枚の板などでこうヒールフリップをしたりとか、芝生の上とか止まってあったりとかが